おめでとうっていうことと、まあいろいろ、まあいろいろ話しました。高校時代からまあすごい努力する方で、まあ、身体能力は高かったんですけど、まあ思うような結果が出てなかったので、僕も出てなかったので一緒に頑張って、やってきた中だったので、まあ、ドラフト指名された際はすごい嬉しかったです。僕が卒業して大阪ガスに入社した時に、大阪商業大学とオープン戦でよく当たるので、その時に投げてきてて、まあ、高校とは全然違うピッチングをしてたので少しびっくりしてました。もう高校時代からスピードが140ぐらいだったのが150前後出るようになってたので、そこはすごいなと思いました。どういうトレーニングしてるかとかもちょっと聞いてみたいです。高校の同級生が入るということで、まあ、嬉しい気持ち反面、やっぱりライバルにもなると思うので、そこはしっかりお互い一軍で活躍できるように、頑張っていけたらなと思います。